IT メディアアットマーク IT 編集部の副編集でやっております西村健と申します。本日はですね、株式会社スキードさんにお二人お越しいただきました。金子勇さんは、皆さんご存知の通りウィニーの開発者としてツトに知られておりまして、長い裁判を経てそれで今また新しい挑戦をされているということで、その挑戦についてお伺いしたいと思います。はい。じゃあまず金子さんにお伺いしたいんですけれども、はい、会社自体はこれ、2005年に創業ということでよろしかったですか？それもそうだと思います。最初はドリームポートというかドリームボートという形で創業されて、はい、ウィニーの技術を生かした、新しい P2P の会社ということでそうですね、やられてたんですね。はいはい。でそれが、今2011年に今度、称号を変更して、はい、また新たな取り組みということでやってらっしゃると。はい。製品としては現在スキード社としては、はい、コアになる技術が、はい、やっぱ2つありまして、はい、まあ、昔からやってる P2P ベースの、まあ、つまりウィニーの技術がベースになってはいますけれども、はい、スキードキャストと呼ばれるものを、スキードキャスト、呼ばれてるのをずっとやっていて、ということで、もちろんそれ今現在もやっているんですけども、今はシルバーバレットっていう全然別のものを、シルバーバレットですね、はい、ファイルを高速に転送するということをやってて、まあ、今2本立てですね、2本立て、はい、それの総称が、スピードテック、そうですね、スピードテックということで、まあ、テクノロジー的にはそうですね、個別のそういうジョンとしてスキードバレットの応用した、はい、ファイルの転送サービスとか、うん、オブジェクトのストアサービスとかっていうのをやられていらっしゃる。そうです、また製品的にはいろいろありますので、まあ、それはちょっとうちのページをホームページの方を見ていただければと思います。なるほど。で、そうすると何でしょうね、P2P の裁判がずっと行われて、その後新しいことをやるということで、またやっぱりそこに可能性をずっと感じてらっしゃったということでよろしいですか？そこというのは、P2P のテクノロジーですね。はい、はい、まあ、これはなんかもったいないからねせっかくね、あの時のものを作ったわけですから、うん、やっぱビジネスにしようという話がありましたので、まあ、うん、でなおかつ捕まってる人でもある、この会社自体がもともとは弁護士さんたちが作られた会社だったんですよ。2005年の時の創業ですね。はい、その時だから京都府警の中でこう鉄格子じゃないんだけど、まあ、その透明な板の前で、そういえばウィニーってあれファイル消したりできないのっていう話が出たんですよ。ああ、特定のファイルを狙う、例えばね、うん、でウィニー2の方ではそういうのってやる予定だったもんですから、いや、まあ初めから予定してましたし、やればできるんじゃないですかねっていう話をしたんですよ。なんだけども、まあ、ウィニー1ってそのファイル共有ソースの方も使われてるわけなんで、逆にそういう中、それの中でファイル消したりできないのっていうのが話出てきて、まあ、やればできるんじゃないってことを言ってたんですよ。で出た後に保釈された後に、その弁護士の方なんかから、うん、この前こんなこと言ってたよね、できないの、いや、じゃあやりますって、そういうことが、まあ、会社作ってやっちゃおうよって話になって、うん、商用化しようっていう話が出来上がったから、まあ、この会社、旧ドリームボート、そういう会社だったということですね。なるほど。それが2005年の4月だと。はい。ですね。なるほど。で、今保釈とおっしゃいましたけど、ちょっとご覧になっている方、もしかしたら忘れている方もいらっしゃるかと思うので、ちょっと触れておきますけど、2011年でしたっけ、12月、うん、最終的に 最高裁まで行って、あ、そうですね、無罪の、去年の、去年ですね。で、その時に、ウィニーのソースコードが押収されてしまっていたということなんですよね。まあ、厳密に言うと、うちのハードディスク全部持ってきましたので、ソースは全く何もなかったんですけれども、たまたまウィニー1とウィニー2のソースに関してはバックアップに残ってたんですよ。ああ、なるほど。押収し損ねたわけですね、僕はね。それがあったので、逆に言えばスケートキャスト1に関しては、これでできたんですよ。それまあ、ウィニー1の方をベースにしてますね、じゃなくて、はい、ウィニーは 1と2があって、実はちょっと違う目的のために作ったものってことですね。ウィニー1はファイル共有ソースですけども、ウィニー2は BBS みたいなのを作ろうと思ってたわけですから、でウィニー1の方はボーランジャーってなった、マイクロソースのビジュアルシープラプラ作られていて、ウィニー2の方に関してはボーランド社のシープラプラビルダーっていう全然別のソースから作られています。うん、はい、まあ、これは、まあ、ファイル共有がメインじゃなかったからなんですけどもウィニー2の方がですね、ウィニー1の方はこちらの方が実はファイル共有ソースとしては性能がいいわけなんですよ。だからでそれで商用化の際もこちらをベースにしてるんです。ウィニーはベースにしてるんです。で、スケールキャストに関してもやっぱりシープラ、あ、違った、マイクロソース社のビジュアルシープラプラで使われてますね。うん、なるほど。なるほど。で、スキードキャストは、最初に作られて、で今もそのビジネス自体は、あるんですけれども、はい、今度新しくスキードバレットという意味からで、ブリットじゃなくてバレットでいいんですか、弾丸という意味ですよね。まあ、英語名ならムレットなんですけどね。あ、そうですか、バレットで。いや、はい、バレットは多分日本人発音なんですよ。あ、でも商品名としてはどちら、どうします、これ作った人に聞いてみましょう。シルバーブレット、
カタカナでブレットだそうです。正式にはブレットでしょ。あ、失礼いたしました。じゃあ私の方ブレットの方で、はい、シルバーバレット、ブレットですごめんなさい、よくは IT 業界でなんか銀の弾丸はないって言い方しますけど、まさにこれは銀の弾丸みたいな、そういうニュアンスですかね。あの銀の弾丸というのは、それ一発で解決するようなテクノ夢のようなテクノロジーじゃないっていう、割とこうネガティブなところで使われたりしますけど、この技術に関して言うと、とにかく速いと、スピードが速い。でこれは、これちょっとじゃあ柳沢様にそうですねお伺いしたいんですけれども、これは今までの実はネットワークがインターネットっていうんですかね、が抱えてた大きな問題を解決するものだっていうふうに伺ってるんですけど、少しお話しいただけますか。はい、そうですね、あのまずシルバーバレットっていうのは あれですよね、フレデリック・ビリップ・ブルックス・ジュニアの、まあ、25年ぐらい前に書いた銀の弾丸は存在しないというソフトウェアの本質、ソフトウェア開発のエンジニアにおける本質の優勢という有名な論文があって、それではおっしゃった通り、あの銀の弾丸は存在しないという話なので、これもともとかなりこうあれですね、こう曲があるというか陰影に富んだ名前でして、あのいろいろ難しい問題はあるけれども、そこのいろんな、あのなんていうかな、利点や欠点をうまいこと調整して、なるべく総合的なコスト対効果が大きく、かつそれ以外の関与者に対するデメリット、迷惑が少ないような形での解決、銀の弾丸、魔法の万能薬は存在しないかもしれないけれど、でもなるべくそれに近づくことを目指すっていう、かなり陰影のある名前だったはずなんですけれど、なんかあれですね、調子に乗った名前というふうに世の中から見えている。いや、そんなことないと思いますけど実際やられてるのは、そういう意味ではウィニーともある意味連続性があって、ファイルを送るっていうことに特化されたビジネスを、うちの会社はファイルを送ることに関してのテクノロジーを有している会社です。うん、皆さん日常的にインターネットでファイルやり取りされてると思うんですけど、何が問題だったんですか。そうですね、普通インターネット越しにファイルをやり取りするのに何を使うかっていうと、まあ、OS のコピーコマンドとか X コピーコマンドとかを使うかもしれない、あるいは SCP、RCP とか RSync とか、はい、そういうのを使うかもしれない。前者のコピーコマンドとかは1個のプロセスが、そのプロセスから見えるデバイス間、ファイルシステム間でコピーするものですし、RCP とか SCP とか RSync っていうのは、プロセス間通信によって、転送するものですよね。でそれってどちらかといえば同種のホモジニアスな OS 間での多分ファイルシステムや OS 間での転送をするものだと思うんですけど、もうちょっと、例えば Windows と Mac で転送したいとか Windows と Linux で転送したいとか、そういう時って普通もうちょっとオープンなその有名なプロトコルですね、 HTTP とか FTP とか、それを TLS 化したセキュアにしたものなんかが使われると思う。まあ、ブラウザでクリックした時にダウンロードが始まるような、あれが HTTP ですね。あれが HTTP ですね。で、なんですか、よくある FFFTP とか WinSCP とか、FTP、ああいうのが SCP だったり FTP だったりするんです。うん、で、そういうのってどれもトランスポート層 の OSI の参照モデルで言えば第4層のプロトコルとしては、トランスミッションコントロールプロトコル TCP というものを使っています。うん、これはまあご存知の方が多分多いと思うんですけれども、TCP ですね。ですよね。で、TCP って非常にその、うん、なんですか、伝統あるプロトコルでして、その本当に、まあ、今現代のコンピューターネットワークっていうものが生まれたその頃から、まあ、ずっと継続的に世界最高のそのサイエンティストエンジニアたちが、TCP の完成および改善に向けて、努力をこう積み重ねてきた。全体的に大変素晴らしいものだということはできるわけです。で、TCP って改めて見直してみて何をするものかというと、これはまず完全なストリーミングサービスだという。送り手側が1バイトずつ書き込むことができて、それが重複することもなく失われることもなく順番が狂うこともなく、受け取り側では川の流れのようにスルスルと同じ順番で引っ張り出すことができるっていうものですよね。で、それからもう一つは自動的なフロー制御によって服装とか受信側の服装っていうのはコンジェスチョン、ネットワークのオーバーフローってことですね、混みすぎて困っちゃうみたいな、あと受け取り側のオーバーフローとかを自動的に避けることができる。受け取り側のオーバーフローっていうのは、受け取り側もちょっと待ってくれって言えるってことですね。もう私の受信能力はいっぱいいっぱいです、待ってください、うん、もうダメですみたいなことが起こらないようです、うん、それは経路についても同じ、うん、これが自動的なフロー制御、流量制御による複層開示、っていうことですよね。この大きく分けて2つの素晴らしい機能を提供していて、しかもその実装の提供形態っていうのはもう初期の BSD バークリースタンダードディストリビューション以来 OS のカーネルなのに、まあ、そのまま組み込まれていて、 OS 起動したらその素晴らしいストリーミングサービスがそのままの状態で使えるようになっているというのが、まあ、今に至るまで標準的な配布形態ですよね、うん、OS10 にも入ってるし、 Windows、 Microsoft Windows にも入ってるし、 Linux にも TCP はもちろん動いてますよね。あれもね、インターネットでも根幹を出してるわけですよね、うん、でまあさすがにだから全世界最高の頭脳が何十年もやってきただけのことあって、素晴らしいものが便利に使えるようになっているわけですが、うん、
これもまあよく知られていることであるんですが、番号というわけにはやはりいかないわけです。 TCP の限界というのがあって、よく知られている欠点は、よく知られている欠点はそうですね、帯域幅が広くて距離が遠いネットワークにおいて TCP はあまりそういったネットワークで良い性能を出すために最適化されてはいないということは、まあ、誰でもそう思う、ちょっと勉強した人だったら誰でもそう思うということです。あともう一つあるのはパケットロス、伝統的な実装だとパケットロスに非常に弱いということがあります。これについてはまあちょっと説明が必要だと思います。まあ、ちょっとパケットロスっていうのは、ごめんなさい、その前にちょっと私の理解が抜けて、 TCP とかっていう層があって、はい、その下に IP っていうのがあって、あ、ね、基本的にはこのパケットを送るために、はい、それをちゃんと順番並べ替えたりしてくるのが TCP っていう、はい、そうです。 IP の層ではパケットというのは いつ失われてもおかしくないものだし、うん、重複して届いたり順番が狂ったり平気でするものですよね、うん、TCP はそれら全てのトラブルがあたかもないかのように上の層に見せることができる魔法の中間レイヤー、大変難度は高い実装ですけれども、うん、それをさすがに頭の人たちが何十年もやっていると。なるほど。もしかすると今のウェブエンジニアだと結構その何ですかね、上の方を見て HTTP 手で叩いたりしても綺麗にスルスル出てくるわけですね、おっしゃったように。そうすると下の方であんまりそのいかにめちゃ水面下でもがいているかっていうのは見えづらいかもしれない。だからいかにそれはそのやっぱりレイヤー分けがうまく機能しているか、そして TCP の実装がいかに正確で完成度が高いか、心配しなくてもいいかっていう、プログラマーさんとした検証でいいですよね。レイヤー4までしか見ないです、おっしゃる通りで、現代の普通のプログラマーは HTTP を叩いていれば良いわけで、TCP のことは忘れていて良いし、実際多くの人は忘れていたり知らなかったりするわけで、ところがそこに大きな問題が、そうです。でも、大きな問題っていうのは、まあ、私はそう言ってるわけですが、それが TCP がもしかしたら、設計された時代と状況がいろいろ変わってきて、問題がだんだん表面化してるってことですね。TCP がそもそもそうです、発明された時代からある程度 の、まあ、限界っていうのは当然分かっていたわけですけれども、それはいろいろ利益向量の末に今 の古典的な仕様は古典的な仕様として落ち着いているわけですし、それを時代に合わせて改善してこようという努力も、まあ、継続的に繰り返されてきたので、 TCP というのはそういうものであって、問題があるとは、まあ、私はそういうわけですけど、だからといって何か悪い30年も前ですから、30年前ですね。割とこう何ですかね、アーパネットとか言ってると、はい、割とこう研究所をつないで程度だから、一番距離が近かった、帯域幅も狭かったわけですし、距離も近かったわけです、うん、でインターネット今グローバルになってもう十何年経って、もう1995とかですかね、まあまあブームになったのが、とはいえ実は意外とローカルでやり取りしてたけど、今ちょっとまた需要が変わってきたということもあるんですかね。特に国内ではあんまり問題がない、日本のネットワークがよくやり取り結構集中してますので、あんまりは問題がなかったんですけども、特に海外とやり取りすると問題になる。そうですね、状況の変化はやっぱり、先ほどおっしゃったその特に遠い距離だと問題になるっておっしゃったのは、これ なんで変わってくるんですか。これは距離の遠さが効いてくるというのは、TCP の特徴の一つである有料制御、不要制御のアルゴリズム、戦略ですかね、その実装手段によるものだと思います。うん、TCP っていうのはスライディングウィンドプロトコルといいまして、単純に1セグメントとかなんか一定数のパケットを送ったら、黙って待っているというわけではなくて、すでにその送るセグメントの数をネットワークの状況に応じて、自動的に伸縮させながら、適正なその経路の土管の太さに応じて、なるべくそれをうまい具合に使い切るように、送ろうとする機構になっています。スライディングウィンドウプロトコルであるというのは基本的にそういう意味です。でスライディングウィンドウプロトコル の宿命として、ウィンドウサイズは太い土管、しかも太くて長い土管で送ろうとするためにはウィンドウサイズも大きくなければならないという、そういう単純な法則があるわけです。これ帯域幅遅延積といいますけれども、土管が太いというのが帯域幅で、土管が長いというのが遅延ですよね。です。これなぜかというと、ある一瞬区切った時に土管の中を流れている水の総量っていうのは、その土管の体積になるわけですよね。それって土管が太ければ太いほど体積は大きくなるべきだし、長ければ長いほど体積は大きくなるべきですよね。それにふさわしい水を放出できなかったら、土管がいくら太かろうともあれですよね、その土管の太さを有効活用できなくなる。
なんか大学の授業みたいな感じで大丈夫大丈夫ついてきてますかね視聴者君。あのこういうことですね、あのすごく太くて長いと、はい、いっぱい水をドーンと流したいんだけどなかなか流せなくて自分で絞っちゃうってことですか。ガス側はそのウィンドサイズは、ちゃんと最近の TCP ではあの何ですかスケールオプション何でしたっけ、ウィンドスケール何でしたっけ、まあうまいこと指数的に大きなウィンドサイズを指定できるようになってるんですけど、残念ながら多くの、まあ、OS っていうかほとんど全ての OS の初期値ではあのそのあれですよね、例えば日本とアメリカとで 100Mbps の経路を回線で送るのにふさわしいだけのその広告ウィンドサイズと複数ウィンドサイズっていうのを実現できるように設定されてないんですよ。それを設定するにはなんかあの Linux だったらカーネルパラメーターをチェックするとか、言ってしまえばだから メモリをめちゃくちゃ食ってもいいようにすればいいわけなんですよ。なんだけど通信だけでそんなあの PC のメモリを全部食い潰すようなことがまずいから常識的な値に設定されてるんですよ。あとはそこでやっぱり OS のカーネルで動くっていうことからの一つの制約なのかもしれません。 OS 自体もそういう意味では遠慮してやっぱり自主的に設定せざるを得ないということがあるのかもしれません。どーっと水を流すためにはあらかじめあの PC 上にも、メモリーバッファーを用意しておかないと流せない。結局取れるバッファーのメモリーに多分依存したんだと思うので、女子外れな数ギガとかって取らないですね、バッファーだけで、通信バッファーだけで。これは多分 TCP でも早くなると思うんですよね。で、あの御社のホームページにありますの今これちょっと資料ご覧いただけると思うんですけれども、パイプがあって常にこう下の方しか使ってないようなイメージ、TCP はそうなります。 TCP だとそうなってしまうと、はい、あの2つ要素があって、距離が遠いということとパケットロスが多いということのうち、はい、今距離が遠いという方向、距離が遠い、はい、距離の遠さだけによってもそういうことは起こり得ます。距離が遠いというか遅延があるということですかね。あのパケットが行って帰ってくる時間が、長いということ。例えば東京大阪で50とか60とか、東京大阪50だったら随分遅いな、長い、あの遠いなって、遠いですか、2,30 で行くかもしれない。2,30 ぐらいになってくると、はい、その距離による影響が出始める、十分出始めます。そうですね、単純素朴な昔ながらの実装だと半減、性能が半減するぐらい。なるほど。人間が反応が遅いとか返事が遅いと感じるだけじゃなくて、そのことによって使える帯域自体も細くなってしまうってことなんですね。帯域幅が太い時ですよね、近くても、国内でも回線が速いとさっき言った通りの話で、あのバッファーのリミッターに引っかかっちゃうから、なるほど、そこが出ない。距離とその太さ、太ければ太いほどやっぱり、はい、TCP が使いこなすのが難しくなる、ということは、今だから例えば 100Mbps で太平洋をつないで拠点間でやってるような方とかだと、実はもうかなりその絞った状態ってあれですけど、使い切れてないっていうのは、もったいない状態っていうこと。一桁どころじゃない、下手すると二桁は落ちちゃう。二桁落ちる、それを解決するテクノロジーが、スキードテック、一つである HSB ですね、シルバーバレット、はい、でこれ具体的に言うと何を言うんですか。そうですね、まず距離が伸びることによって TCP が遅くなってしまう理由が何かというと、 TCP は到達完全性の保証といいますけれども、ロストしたり順番が狂ったりしたパケットを相当検知して送り直したりするということを ACK によって行っているわけです。 ACK というのは受け側が応答確認通信して、でその応答確認通信は TCP は非常に割り切った仕様で、選択的なアックもできないし否定的なアックもできない、単純にここまで受け取ったということだけができるというのが古典的な TCP の仕様です。今は必ずしもあの TCP がその段階にとどまっているというわけではないですが、理想はそうでもない、そうですね、古典的な TCP レノと言われるような古典的な TCP の実装ではそうなっています。で、またそうやって到達完全性を保証するのも ACK 応答確認によるし、かつ、ここが非常に話がややこしくなってくることなんですが、複層回避、フロー制御、複層回避のためのトリガーですよね、も ACK なんです。ここは非常に説明を要するところかもしれませんけれども、なんだか分かんないけど OK ってしか言ってくれないってことですね。TCP はリアクティブって言うんですけど、まずいろんなところでのオーバーフロー、経路のオーバーフローとか受信側のオーバーフローを避けるために、レートを下げなきゃいけないときは下げるわけですよね。そのことを行うトリガーというのが基本的にリアクティブ、反応的なものなんです。
どういうことかというと、服装が発生してみて初めて、あ、やっぱダメだったんだってガタッと落とす、服装が発生してから落とすという、そういう反射的リアクティブ反応的なやり方を取っています。そしてその服装の発生を検知する手がかりは伝統的な実装ではパケットロスになっています。そしてそのパケットロスそう、が発生したかしないか、01です。ちょっとでも発生したらダメだ。古典的な実装ではですよ。古典的な実装では。で、そうなっています。うん、で、そのパケットロスを検知する方法がアックです。王道確認です。つまり到達完全性の保証のためにはパケットロスが発生するのを知る必要がありますよね、そのためにアックを使うのは別に問題はないですよね。ただ選択的だったり否定的だったりするアックも使えた方がより効率はいいんですけど、それはまあ別なんです。到達完全性の保証のために何らかの確認応答が必要というのはそれは否定できない、それはそれでいいんですが、その否定確認応答をによってパケットロスを検知してそれを服装発生の証拠として扱うというか、服装の発生を検知するための手段として扱い、そして TCP 古典的な TCP は服装が発生して初めてレートを落とすし、逆に服装が発生したと思ったら必ずレートを下げてしまうので、結果何が起こるかというと、まずそこから帰結することは、アックが送信側ウィンドウサイズ変更のペースメーカーになってしまうということ。アックは到達完全性の保証、つまりロストパケットを確実に届けるためだけに使うのではなくて、ひっきりなしにウィンドウサイズを調整するための重要なペースメーカーになるので、先ほど TCP はストップ&ウェイト方式ではなくスライディングウィンドウ方式だと言いましたけど、そのスライディングウィンドウの1回1回の変更がアックによってペースメーキングされることになるので、やっぱり距離の大きさ、アック返す側はとにかく、パケットロスが発生した何パーセント落ちたとかっていうのを言って、それをもう1回聞いた送信側がこのウィンドウを調整する、論理的にはそう考えていただいていいですか。なるほど、先ほどおっしゃったみたいにその出し側のバッファーの問題とかもあって、今はなかなか全パワーが出せないという話とは別に、受け側の問題でロスが発生するとにかく発生したと言われて、そうするとこっちがもう自然にもう落としてしまう、出し側それがロケパケットロスの問題、パケットロスの問題、そんな問題もあります。つまり、現代のネットワークにおいてはパケットロスというのは服装オーバーフローのみによって発生するものでも何でもなく、普通に経路の機器の都合とかによって発生しうるもの、日本とアメリカを結ぶ、ここが実はポイント、距離があるとなんで発生する、そもそもパケットってなんで迷子になるんですか。いっぱい経由してますし、だってデジタルですよねとか言ってして、素人みたいなこと言いますが、途中のルートのバッファーも向けてないですし、どっかでちょっとかけたりとか、ものすごく遅れて届いたりとかってないんですか。私あまりその、ね、通信機器の専門家じゃないですけどでも日本とアメリカでパケットロス 0% に抑えてるネットワークを構築するのは、大変だと思いませんか。普通にやってるとどれぐらい発生するものなんですか。例えば IP レベルで見た時にはどれぐらい、常に発生してるんですよね、実は意外と。いや、もちろん 1% なんかは発生しませんけれども、1% よりははるかに下ですけれども、でも100万パケットあれば平気でもう2、3万結構オフェローというわけにはいかない。それトリガーで速度を抑えてると全然出ないんですよ。なので古典的な TCP の実装は服装を検知して初めて落とすリアクティブの手法を取っている。で服装の検知を、パケットロスの発生と同一視している。そこが問題ですよね。現実の遠距離回線ではパケットロスは服装によらなくても起こってしまう。なるほど、だから、それももう一つの理由です、距離が遠いということと、もう二つ目の理由です、パケットロスが発生する。一番最初 その30年前に作った時には、服装によるパケットロスがあった場合には抑えるっていうのが良かったんだけど、今となってはそれが、あだとなったって言ったらあれですけど、想定しなかった、遠くを飛ばすと TCP の目的自体は絶対に正しいんですよ。これ服装回避のためにフロー制御する必要があるっていうこと自体は正しくて、でそれをリアクティブな手法によるっていうのも、まあ一定の合理性はあるんですけど、そのリアクティブな服装回避のトリガーパケットロスにしたっていうのは、あまり今の観点からよく今やりすぎだったと思う。個人的な経験でもヨーロッパから何かこうでっかい何十メガ、今となって何十メガでかくないですけど、昔やった時に、とにかく遅いと、あれがまさに今おっしゃったような話なのかなと思うんですけど、逆に最近もうなんかあんまり CDN とかも発達してるし、そんなにそのニーズもないような気もしなくもないです。近いところは落とし、そうですね、なんかこううまいこと赤米さんがやってくれてるのか、それはだからうちでやってるのが2つあるっていうのと同じでして、配信同じものをたくさんに発信するっていう時には写真化の技術が重要なんですよ。
同じものをたくさん持ってるっていうのが重要なんで、それは単にうちでは好きなキャストが扱うべき分野でして、あちょっと違うんです、ね、違うんですよ、こちら一対一ですよね。なるほど、一対一で早くしたいって時はまた全然別の技術になってくるからっていうのがですね、CDN っていうのはおっしゃる通りですけど、例えばスキードシルバーバレットってどういう局面で主に活用されるかというと、例えば、一箇所のファイルサーバーに、日本各地とか世界各地から人員がアクセスしてアップロードやダウンロードするですとか、あるいは災害対策のためにそもそも遠隔地に送ること自体が目的であるとか、あるいはクラウドのコンピューティングリソースを活用するために、手元で発生したデータを、なんですか、遠隔地や外国のクラウドコンピューターに投入するだとか、そういう目的のために例えば使われる、遠距離でファイルをドカンと送りたいみたいな、確かにデリバリー、そのディストリビューション、コンテンツディストリビューションという意味では確かに CDN とかはなるべく近いところから、近傍から、ダウンロードさせるようにして、でそこでまあキャッシュが効くようにして、でそれは一つの有力な戦略だと。キャッシュが効くときしか効かないんですよ。 それが常に効くわけではない、まあ、そこにないとダメですよ。最初に引っ張るのどうやるんだって、ね、はい、そのときはこっちの方がいいんです。あ、そういう意味ではすでにある CDN をやってらっしゃるビジネスとかの、うん、もう一個別のなんか問題として、まあ、組み合わせる可能性もあるんですよ、ね、例えばビットトレントなんかはまさにそういうビジネスをやってらっしゃって、 P2P で CDN の先を作って、でコンテンツ例えば映像やってるところとか、あんまりうまくいってないみたいですけど、運営の技術がそのまま CDN に使えるんじゃないかって発想で作ったのが、言ってみればすげえキャスだったんですから、それぞれ間違ってないんだけどね、ただそれだけではないと。あ、なるほど、技術的な、むしろ何も、キャッシュとかっていうものでなくて、もうとにかく起こりたいと。今だとだからクラウド間、今クラウドが入ってるわけで、でもクラウド間の転送どうするのとかいう話は結構大きいところなんで、今皆さんデータセンター間の大きなデータ、例えばデータベースのレプリケーションとかバックアップとか、そういうのがですね、データスターなんでしたっけね、その災害対策みたいなものって、まあ、じゃあ皆さんどっちかと困ってらっしゃるっていうか、問題に気づいてない、もしかして、いろいろやり方はあるんでしょうね。一つにはまあ、伝統的な GCP 上で何とかするというやり方もあるし、あとはまあ運用コストをかけて、例えば専用のハンドウェアを、まあ、その単純に IP レイヤーでのゲートウェイとして機能するような、まあ、いわゆるワンセミレーターというものを両端に入れて、かつまあ専用線を引いて、専用線を引いて、解決するとか、それと同じ路線では物理搬送する。あ、もうハードディスク送っちゃうとか、どちらもその運用コストをかけるという意味では同じですよね、物理搬送する。今では結局、物理的に送った方が早い場合も結構あるんですよ。Amazon クラウドがそうですよね、 S3 にアップロードするのがあんまでかいと、テラバイト単位だとインポートエクスポートね、ハードディスクやってますよね、はい、その辺の問題に対する解決になるということです。で、あの TCP の問題があって、でこういう、ニーズがあるという話をいただいたんですけど、あの実装のところもう少しこう、はい、何をやってるかっていうか、そうですよね、でUDPっていうことですね。そうです、これは非常に、あの難しいところで、要するに少なくとも古典的な TCP の実装には、まあ、あまり現代的な観点から現代の具体的なニーズっていうものを踏まえた時にはそれに応えきれてない部分があるということなんです。でこれ自体、解決しようとする試みは、まあ世の中でそれなりにっていうか、まあ、ある程度盛んに今までも行われていまして、一つには TCP の実装や仕様を改善しようという流れっていうのはもうずっとあります。でそれはまあそうですね、ちゃんと顕著な成果っていうのは出てまして、例えば TCP レガスだとか、ファスト TCP とかというのはいうような最近の TCP の実装っていうのは、先ほど私がちょっと文句苦言を言いましたような問題っていうのはかなり解消済みな、その 今おっしゃった TCP レガスとかっていうのはコンシューマー OS の、はい、に入ってるモジュールから、そうですか、それはアカデミックの研究の成果として、発明されたアルゴリズムで、で開発されてるんですか。いや、されています。Windows Vista以降ですとか、Linux の、カネルの 2.6.2 以降とかだとちゃんとカネルに入っていて、だからポジション的には IPv6 とか似たようなスタックとしてあるけど、はい、まあ、そんなに TCP を改造した、改造してあげようっていう話です。そうですね、でそれはそれでいいものではあるんですね。で、そういうのの、まあ、特徴ってどこにあるかというと、まあ、先ほど言ったようにパケットロスの発生によって、複層を検知して、複層を検知して初めてガタッと落とすというリアクティブなやり方ではなくて、まあ、より主体的というかプロアクティブなやり方ですね。
ネットワークの総合的な状態、ベガスは具体的に言えばラウンドトリップタイムの変化なんですけど、データを送ってる最中のラウンドトリップタイムの変化を観察して、服装が近そうだなっていうことをプロアクティブに予見して、で予見しながら微調整するっていう、まあ、どう考えても古典的な TCP より筋が良さそうなやり方ですよね。それを取っています。で、それは、いいものだとは思うんですが、でそれ使おうと思えば使えるんですが、問題は初期状態では無効化されているんですね。なんで無効化しなきゃいけないかというと、これも、ね、先ほど申し上げたようにその DCP があまりにも OS のそのカネルにあらかじめ組み込まれていることから来るその避けられない事態といいますか、どういうことかというと、ベガスは行儀がいいんですが、行儀がいいからこそプロアクティブに服装を回避しようとするわけですよね。で古典的な TCP って今まで動いてたものってリアクティブに服装を発生させてみて、ああダメだって言って動くようなものじゃないですか。これとこれが近距離で競合すると、行儀が悪い古典的な TCP に一方的に帯域を奪われてしまう嫌いがあって、今へーとおっしゃいましたね。いや詳しくないこれ嫌いがあって、なかなか例えばマイクロソフトさんとかとしても、これを初期状態でコンシューマー OS で、オンにしておくわけにもなかなかいかないというね、あんまりサイエンスとしての本質とは関係ないんですけ どしてしまうと、ネットワーク上負けちゃうあるみたいな、ね、その人の行儀が良いから、頭いいからなんかやばな人に負けちゃうみたいな、そういうのがあってですね。そういう意味ではこうちょっとジレンマが今起こってるんですね。あるんですよ。いやで、まあまあそれは前例として、あります。でただ、まあ、このベガスとかもね、やっぱり現実の OS に乗せてみると、先ほど言ったそのウィンドウサイズの問題って、やっぱり同じようにあって、それまでなんか自動的になんていうの、なんかリーチ一発で解決できるっていうものでもない、アルゴリズムとしては非常に洗練されているんですが、っていう、まずその TCP の改善研究っていうのは延々行われていて、それは顕著な成果を生んでいます。実装もあって、それは間違いない、実はインストールもされてるけど、はい、まあ、活用はされてないっていうだけ、いや活用してもいいんで、してもいいけど、まずそうですね、活用することにまず第一の、ステップ、なんか障害というかちょっと課題があって、活用しても、まあ、全ての問題がそれで解決されるわけではないということです。でそれとは別にもっと全然単純素朴なんですね、オープンソースのいろんな実装っていうのもあって、要するに先ほど私が申し上げたように古典的な TCP の実装って、距離が遠くなると悪がペースメーカーになって足を引きずられるっていう問題が一個あるわけです。足を引っ張られるっていう問題が一個あるわけですよね。でもう一個、なんですか、パケットロスをトリガーとして、レートを引き下げちゃうのが問題だっていう、じゃあそれ解決すればいいんでしょって言って TCP によらないで到達完全性の保証を、やりました。 IP のパケットをそのまま送るのめんどくさいから UDP で送りましたみたいなのが、まあ、まあ昔からある、昔からあるっていうのは言い過ぎかな、まあでもそういうことを考える人はいるわけで、まあ、TCP やめて、UDP っていうのはあれですよね、送りっぱなしのプロトコル、ユーザーデータぐらいのプロトコルです。パケット、要するにもう IP の薄いラッパーみたいな、レイアスでそのままですか、はい、送って届かなくてもそれはもうどうしようもない、どうしようもないし、二重に届くかもしれないし、順番来るかもしれないし、っていうようなもので、 TCP の全部の仕様は再現しないまでも、自分に必要な仕様だけ作ればいいんでしょうっていうようなところを多分出発点としたであろう、三重素朴のオープンソースの実装っていうのは、まああるはあるんですよ。世の中に常にどっかからダウンロードしてきてコンパイルして使えば使えるっていうようなものはあるんですけど、フェイスブックのザッカーバーグがものすごく初期にその東海岸と西海岸でデータベースレプリケーション、あ、じゃなくてメムキャッシュ D の同期をするのに UDP でドカンと本人書いたらしいですけど、まあ、それも、まあ、そういう意味ではそれは自分の問題を解決するために、そういう意味では皆さんやって今までやってこられてるんですね。悪くはないですが、悪くはないっていうのもやっぱ前提付きであって、それはやっぱり帯域の占有をいろんなレイヤーで許可されている、いろんなレイヤーっていうのはそれこそ政治レイヤーまで含めて、あらゆるレイヤーで帯域の占有を許可されている回線上で使うのでなければ、そんなことをしたのではいろんな問題をジャッキすることは目に見えて、今度は UDP でパケットを送りすぎちゃって周りに迷惑をかける、はい、TCP はそれだけはやってはいけないという問題意識のもとに、実際初期のインターネット複層崩壊仕掛けたことっていうのはあったはずので、その苦い歴、その暗黒の歴史を繰り返さないために TCP は一応慎重に複層回避のためのフロー制御、流量制御っていうのを行ってきているので、あんまりその単純素朴な実装を、なんていうのかな、いろんな前提条件が整わない状況で使うというのは、まあ、非常に問題かな。いろんなレイヤーで人に迷惑かける可能性が出てくるということですね。なるほど。
御社の技術はそういう意味でいうと UDP でやってるんだけれども、はい、その辺の問題をそこをですね、そう技術的にはそこが売りなんです、うん、いかに迷惑かけずに待機制にかけるかというのがちょっとあるんですよ。UDP で早くバーンと送って向こうでなんかサムチェックするみたいな、それは簡単なんですよ。シャーワンとかでしたけど、なんかやって向こうでやるのは簡単だけど、うん、そこを迷惑かけずにやるのが肝だ。まあそうそうそう、それが本当です。で、具体的にどうやってるかというと、基本的にはやっぱりそうですね、TCP の研究で行われているような、遅延の変化、ラウンドトリップとか、それがラウンドトリップとは限らないんですけど、とにかく何らかの遅延指標の変化をもとにプロアクティブに複増回避するための、帯域の、レート、転送レートの微調整を行うということです。でただ、それ例えばベガスとかと何が違うかというと、 RTT よりもワンウェイの、一方向のリレーを重視しているとか、例えばそういうところが特徴ですね。でなぜ一方向にすべきかというと、ネットワークって基本的に非対称なので、ラウンドトリップタイムの変化で、そのネットワークの状況を推測しようとすると、何が起こるかというと、自分が送ってるのと反対側の方の、原因による遅延増大っていうのをノイズとして拾ってしまうわけです。だから本当はできるんだったら RTT よりワンウェイディレイの方が、一方向遅延を測って使った方がより優れていると、言い方ができますよね。それってご納得いただけます。そうですね。でただもちろんワンウェイディレイって測るのも活用するのも難しくて、なぜかといえば RTT だったら1ノードだけで測れるわけですけれども、ワンウェイって両方ノードが強調しなきゃ測れないですし、時計完璧に合ってないと絶対時間は分かんないですよね。で完璧に合ってないから、じゃあ相対時間でやろうとしても、例えば OS の時刻変えられて影響が出るようでは困りますよね。まあそれらの問題全部解決しなきゃいけない。まあまあ別にそれ自体そんなに難しいってわけではないですけど、まあ、めんどくさいはめんどくさい、だけどまあまあ頑張ってワンウェイディレイを使うっていうと、それから先ほど、まあ、ベガスが例えばベガスやファスト TCP って伝統的なレノとかの TCP にやや帯域を奪われちゃうっていう話をしましたけど、まあ、そういう状況も一応自動的に避けるためにプロアクティブな方法とリアクティブな方法を状態遷移の形で定期的にこう切り替えて、どのアルゴリズムともなるべく公平の均衡を実現するようにしているんですね。これどういうことかというと、初めスロースタートで、リアクティブの手法によってちょっとヤバそうになるまでレートを上げてみて、そこでおよその目処がついたら、あとは安定状態としてプロアクティブな帯域制御モードに入る。しかし一定時間が経つと、もう一回外的な撹乱を入れてまたリアクティブなモードに入ってみたいな、まあそういうここが肝ですね、しているということです。どっちかの戦略一方でなくて、組み合わせて様子を見て調整してると。これは複数のアルゴリズムに対してなるべく均衡実現しようっていうのもありますし、実際インターネットって IP 層のルーティングが大きいファイルを送ってる最中に変わったりして、勝手に変わっちゃったりして前提条件が大きく変わることって、まあ、途中で切り替わりますからね、結構に勝手にだってアプリケーションから IP 層のルーティングが転送帳にどう変わるかとか予想できないんです。そういう時にあんまり安定状態とか言ってこうサボってるとですね、不適切な状態で固着されてしまう可能性があるので、一定周期で撹乱入れるっていうのは、まあ、実践的というか若いところもある、悪くはないかっていう方法なんですよ。なるほど。っていうことがあります。でそのリアクティブな複素回避をしようとするときに、 TCP におけるように単純にパケットロスが発生したら、リアクティブな複素回避発動というのじゃダメだという話はさっきしたので、じゃあどうしてるかっていうと、まあ、そこは直近の転送成績みたいなスコアみたいなものを繰り返し算出していて、そこで実行エフェクティブ、その実際に受信側が受信した転送レートが高ければ高いほどスコアは良好、ただし受信側が検知したパケットロス率が高ければ高いほどスコアは悪くなる。要するに転送レートが高ければ優秀、ただしパケットロスが高ければ優秀でないというふうなアルゴリズムでスコアを算出して、で転送レートの高さは線形に効いて、パケットロスの高さは指数的っていうか、ネガティブに指数的に効くように、してやると、まあまあだとバランス、つまり複層は絶対に避けるけれども、その範囲でなるべく高い、レートを、が実現できたら、リアクティブな複層回避っていうその一つの評価基準になる、まあ、ベストですね。早いけど迷惑かけてないっていうのが一番いいわけです。なるほど。ただ単に早くしてドーンと送ってるだけじゃなくて、その辺の調整を見ながら様子を見ながらがリアクティブなフェーズなので、
で、はい、その状態を見るのがそんなに簡単じゃないと、はい、先ほどおっしゃったワンウェイの、基本これは非常にあれですよね、レイヤーの低いところでも面倒くさい話になります。つまり、遠距離である2点間で、何らかの仮想的なチャンネルを確立して、そこにおけるいろんなネットワーク上の指標を、なるべくリアルタイムに、サンプルを収集して、そのサンプルを統計的に処理するということを、まあ、やる必要があるわけで、なんていうのか、特にサイエンティフィックに難しいっていうのではないでしょうけれども、まあ、手作業としては非常に作業量が、まあ、フリスティックなやることがいっぱいあるってことで、うん、単純なアルゴリズム一発実装した場合じゃなくて、いろいろなこう戦略を入れて統計値をバランス取っていく、うん、そこが、まあ、三田本社の差別化というか、まあ、実用的にそういうのは結構面白いんだけど、あんまりでは市場では実は競合があんまないですかね、日本、まあ、世界両方あると思いますけど、もうですね、先ほど言ったようにこの種の技術、製品じゃなくて技術っていう意味で言えば、オープンソースの実装ってまあ一つか二つぐらいあって、あと割と賢めのやつが、いや、あまり賢めないですね、すごいピンキリですけど、全然ナイーブなものと、結構それなりに気を使ってるやつというものがあり、あとプロプライタリーな技術も、だからどっか の普通のその営利者の法人である株式会社が自社で開発したプロプライタリーな技術っていうのも、まあ、いくつ日本にもいくつもあるし、海外にもいくつかある。ただし製品としては、自社のプロプライタリーな技術を組み入れた製品よりもオープンソースのまあまあの実装を、勝手に取ってきて、勝手にっていう言い方でよくないですけど、ライセンスの範囲内で勝手に取ってきて製品に組み入れている製品っていうのが数としては多いですね。なるほど。だから、真面目にやってるプロプライタリーの製品もあり、そんなに頑張ってるわけではないオープンソースの実装もあり、うん、それぞれを自社の製品に取り入れているものもあり、うん、なるほど。なんかものすごい本当に大学の講義なので素晴らしいんですけど、で実際そのパフォーマンスという意味で言うと、はい、例えばなんかいくつか数字を上げていただけると、多分ご覧になっている方もイメージが湧きやすいと思うんですけれども、まあ、遅延がどれぐらいあるネットワーク、まあ、距離ですよね、転送するホスト間の距離がどれぐらいだとどれぐらい、TCP だと落ちてみたいな、ね、数字があればよく普通の皆さんがよくされることで言えば、例えばそうですね、アメリカのアマゾンの、はいはい、AWS の EC2 の仮想サーバーに日本から WinSCP とか FFTP とか HTTP のブラウザーとかでファイルをアップロードしたりダウンロードしたりするので、どれくらい性能が出るかっていうのは結構状況によって違うとは思うんですけど、結構 1Mbps とか数 Mbps しか出ないとか、あるいは 1Mbps も出ないとかいうのは珍しくもなんともないというか、結構そういうことが多いようですよ。なるほど。で、まあ、私どもの製品を使っていただければ、まあ、これも状況にはよりますけど、まあ、なんか 30Mbps や 40Mbps は普通出る。具体的には何倍から何倍、まあ、20、30倍とか、10倍から30倍、まあ、10倍ぐらい出るのは普通ですから、この場合なんか EC2 側に何かこうあれ立てるわけですよね。あ、そうです。我々の製品のうちの1ノードを EC2 に立てていただく。1ノードっていうのはアプリケーションのあれですよ、デーモンプロセスですけど、ね、つまり FTP 通信するには例えばあれですよね、FTP サーバーデーモンを起動するし、ブラウザーと通信するにはアパチとかね、そういう HTTP の、デーモンを起動する。そうですよね。な、同じこと。いや、なんかこう S3 にダイレクトに置けたりしたらいいのかなと一瞬思ったんですけど、S3は仮想サーバーじゃなくて、そうなんですね、Amazon が運営しているクラスターなんですよ、うん、だから、S3 に直接我々のソフトウェアを入れるっていうことは、できませんし、そもそも S3 っていうのはシンプルストレージサービスっていうのはHTTP ベースの REST の API を提供するということに主眼があるので、あまり我々のようなプロプライタリーのソフトウェアを S3 が提供するということはありえないでしょう。ただ、我々の製品を S3 と近い場所に、例えばアメリカの S3 だったら同じアメリカのリージョンの EC2 上に我々のソフトウェアをインストールしていただいて、それをプロクシーとして使っていただくことはできるようになっています。例えば我々のサーバープロセスを
EC2 に入れたら、その EC2 の、 インスタンスストレージっていうか、ローカルストレージって当然そこから書けますよね。で同じように EBS にも書けますよね。で同じようにどっかの、NFS でマウントしてもそこには書けますよね。でそれだけじゃなくて、我々は例えば、SIFS でマウントされても、 SIFS でっていうのは要するに Windows 共有3番で、マウントされてもそれに対応して書けるようになってますし、わかりますかね。我々のサーバーのサーバーデーモンは、ローカルにもかけるし、EBS にもかけるし、SIFS でマウントされてもかける。デーモン自体はいろんなプロトコル喋るようになっていると、ファイルシステムアクセスがいろんな方法でできるんで、その究極の応用編として S3 にもかけるようになっているんですよ。なるほど。つまりインスタンスストレージにかけたり、EBS にかけたりするのと同じように、サーバーにもかけるし、S3 にもかけるようになっているので、うまい具合にそこを、プロキシとして使うことができる。なるほど。というのを今お聞きしたのはですね、例えばドロップボックスを日本で特徴に使ってるんですけど、やっぱ遅いんですね、ファイルのアップロードが明らかに。で多分東海岸とかの EC2 かな、S3 かに行ってるんだと思うんです。もしかしてそういうコンシューマー向けのこうサービスに御社のテクノロジー使われるといいんじゃないですか。かもしれません。ただドロップボックスはドロップボックスで、あ、もちろんもちろんそうですけども、待機消費を抑えるっていうのも彼らにとって重要なことなので、あんまり、待機を消費する方向での、そこはビジネスモデルがもう、そうあの今のモデル、彼らが望むかっていうのは別の問題ですけれども、もちろん技術的な、できるからドロップボックスは意図的に差分を取ったりして、やっぱり転送量を減らすっていうことを非常に重視している。で意図的に何を取って、差分です。あ、差分を取って、はい、あ、そうですね、なるべく少なく済むようにする。そうだから CPU に多少負荷をかけても、そして全体としてのスループが多少落ちても、転送量を減らす、帯域を消費しないことを彼らは重視していると思うので、まあ、もう巨大な会社だしビジネスモデルも回ってるから、急に変わるとそこの条件変わると大変なんでしょうけど、でもやっぱりその例えばバックアップに使えますって言って100ギガは安いと、はい、ところが100ギガアップなんてもう日本会社ほとんど不可能じゃんって思っちゃうんですよね、はい、やっぱり契約したはいいけど、いやもうアップロードがとてもじゃないけどみたいな。もしかしたらクラウドのそういう問題ってコンシューマーも意外と大きい、どうですかね。実は今後も問題になってきて、最近ですと、うちは引き合い多いのはやっぱクラウド関連動とかそういうのも引き合いが多いですね。コンシューマーではないですよ、本当に数百ギガバイトとかテラを日時でバックアップするっていうような、エンタープライズ的な案件への適用もありますし、実績ありますし、本社実績多いのはあれですか、アニメーションスタジオとか、やっぱこう、それはあります、まあ、どこで今、やっぱ国際間転送をどこでやってるかって話になりますよね、アニメーションスタジオとか、そういうのはコラボレーションのためですよね、ファイルサーバーが1個あって、そこにグローバルに分散した人員が、あとアクセスするというコラボレーションのパターンが1つ、もう1個は、クラウドへの投入っていうような、従順ですよね、人から人への従順とか、人からシステムへの投入とか、そういう話。で3つ目が移動すること自体を目的とするデータの対比ですね、大規模災害対策のための遠隔バックアップとか、どれもありますね。どっちにしても今は、ね、国間の転送が、ね、重要になってきますね。なんか先ほどのホームページを拝見していたら、アニメーションスタジオの有名なところがいくつも、ベトナムとか中国ですか、今、で今すぐでも、彼らは問題になってるわけですから、彼らはやっぱりずっと FTP を使ってきて、はい、やっぱ遅くて仕事にならないというふうに感じてらっしゃって、はいはい、結構バセルビディアでやってることも多かったんだと思いますからね。大きいですからね、まあ、MO とかハードディスクとか、光とか、金子さんにはもう少しまた今の現在の立場でのスキード社との関わりについてお話しいただければと思うんですけれども、はい、創業してまだ6年とはいえ、一度その社名も変更されて、そうですね、まあ、新しい、P2P だけじゃなくて、はい、ファイルの転送というところに注目されて今、はい、ソリューションを提供されていらっしゃるというところで、今柳沢さんにお話しいただいたんですけれども、はい、今はこの開発には特に関わってらっしゃらないんですか。スキード開発の時は、まあ、やっぱスキード開発ともう1と2があるんですけど、1の方は完全にネットワーク的には V2 の方がベースになってますんで、あれに関してはまあかなり関わりましたけど、逆に言えば私ってフリーソースのプログラマーですので、そんなね綺麗なプログラムも書けないし、逆に怒られちゃうんですよ、危険なこと書いてんじゃないみたいな感じになるんで。それでこの辺でもなんか微妙なあれがあるんですか、なんか違いというかですね、まあ、てか私はやっぱりその、なんだ、まあ、もともと研究者っていうのもありますけども、どっちかというと実験的なコードを書くのが得意なものなので、動くかどうか分かんないのが得意なんですよ。なるほど。そもそも動くって分かってるのがあんまり好きじゃないので、動かないと思うんだけども動いたらラッキーみたいなのが得意なんですね、それを売りにしてたわけですから、でただまあ当たり前から商用としてやるためにはそんないい加減なものではダメなので、で
会社出来上がってから数年経って、あのギリシャ、まあ、彼もそうですけども、優秀なギリシャが集まってきたので、うん、まあ、彼らに一回作り直してもらったらいいということで、キャストの方も作り直してもらったんですよ。うん、それがスケールキャスター2ですし、うん、でそもそも全然別、まあ、キャストとはまた別のものが、あの人いっぱいいますから、うん、まあ、生まれてきてるという、まあ、その一つがまあルーレットですし、うん、はい、逆になんか私たちの技術を使えば、今までできなかったことができるというところがあったらば、逆に教えていただければというか、持ってきてくださいとか。もう技術はすでにあるわけですから、はい、もしかしたら御社からこう持っていくというよりは、あ、そういうのがあるんだと気づかない分野が結構あると思ってるんですけどね、はい、うん、そういう意味で言うとプログラマーとして、まあ、同じ本当にプログラマーって言葉を使っているのかというかぐらい違うのかもしれないですけど、もう子供の頃から好きでずっとタイプは全然逆ですね。私は職業プログラマーとは反対方向にいますから、究極の趣味プログラマーですので。究極の趣味プログラマーいくつぐらいからこのコンピューターを30年ぐらいあの趣味でプログラマー組んでるわけですから、子供とも小学校の頃からやってますからね。最初やっぱりベーシックとか C はまだ、もうマイコンの一番初めの頃からですよ。だから PC6000 とか PC8001 の頃からやってますから、みんなあの本当にあの古地としか知らないような話ですね。一番初めですわ、初めの初め。当時ベーシックとか、まあやっぱり初めベーシックから入りましたから、ベーマカとか読んでたし、まあ、勝手にいつの間にか投稿されてたとかありますけどね友達が投稿したりとか勝手に作ってた、すごいなんか、まあ、まあそんな感じですね、が小学校の頃ですから、でアセンブラーで組み始めたのが中学の頃でみたいな感じですから、フラアセンブラーあのフラアセンブラー組んであのやっぱゲームを送ったりしましたから、そういう中学時代でしたね。あとゲームやっぱゲーム作ったりとか、ゲームが多かったですねやっぱり、まあ、まあ知り合いがだからなんかこんなの作ってくれとか言って、あそうですかみたいな感じで、代わりにあの PC を借りて作るみたいな感じですから、当時ってもしかしてハンドアセンブルですか。そうではない、ハンドアセンブルですよ。授業中ジョロチにカリ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 相対ジャンプとかも相対ジャンプとかやってるんですよ。スクラムがじゃあここずれたからちょっとジャンプ変えてみたいなのを授業中暇つぶしにこうやってて、休み時間にポケゴンに入れる起きて動かすみたいな感じで手掛けてたんですね。なんかどっかのインタビューであのどちらかというとその大脳芸人みたいな、まあ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 結果的にはそうなりますね。なんかこう なんでしょう、やっぱりなんかこう自己表現みたいなところもあるんで、結局まあなんかこんな面白いことを思いついたから、うん、私の場合表現方式はプログラムなんですよ。だからプログラムで作って、まあ、こんな面白くないですかっていうのをエンとやってたみたいな感じです。だからネットワークの方に首突っ込む前はずっと 3D やられてたから、まあゲーム屋さんに近いといえば近いんですけども、もともとは大学の方でも専門はシミュレーションですね。で、その後日本原子力研究所に行って、例えば地球シミュレーターができるちょっと前の頃だったので、それ向けのソフトウェア作ってましたから。本職でやってることも、まあ、ある意味楽しみを感じて、まあ、近いといえば近いですね。ビジュアライゼーションも違う。ビジュアライゼーション。そうですね。はい、ビジュアライゼーションが重要。かすかどうなんでしょう、シミュレーションして結果が字として出てくるだけじゃダメで、ビジュアライゼーション、そうですね、実はビジュアライゼーションが一番重要ですね。いかにあのというか見る人はそこしか見えないわけだから。趣味だとどあのウィニーの他にどういうのが書かれてたんですか。よくあ、まあ、私のホームページなんかでもまだ出してますけど、例えばフラッシュメーターなんかが私が一番前に名前を言ったのはこれでしたから、といっても、まあ、もう20年前ぐらいですかね、ウィンドウズ9号が出てきた頃ですから、Windows が出る前はそもそもこれ Unix 上で組んでたんですよ。 X ウィンドウ上で組んでて、 X ウィンドウ、あの趣味だから、はい、なるほど、まあ、まあ、でもモデル組んでね、あの、うん、飛行機のモデル組んで、うん、あとまあアビオニクスオタクだからヘッドアップディスプレイとかこう自分で組んで、はい、みたいな作ってたんですが、まあ、その後Windows アクセラレーターっていうのが出てきて、 2D でもライン引くのがすごい早くなったじゃないですか。その当時 X でやられた当時はまだあのワークステーションの方がはるかに先端、ワークステーションの方がはるかにグラフィック早かったから、そっち持ってて大学で見つけるとやったこれ早いって言ってそこに移植してみたいなことを全然繰り返してたんで、PC が速くなってグラフィックがアクセラレーターが乗り始めたら PC でもやり始めた。そうですね、 Windows アクセラレーターってのが出てきたんで、あやったこれでワイヤーフレームだけでもすごい速くだけグラフィックスかけるじゃんということで移植して、そのまま今度 3D のグラフィックスが速くなってきたから、じゃあそのまま 3D 移植してみたいな、だからいかに新しいハードウェアを使うためにソフトウェアを組むみたいな感じですよね。なるほど。延々とそんな感じですね。なるほど。早いパソコンが欲しくて早い、もっとすごいことやりたいみたいな。そうです。新しいハードウェアが出てれば、ちょっとソフトウェアを組むだけで新しいことができるから、これが楽しくて延々と、まあ、遊んでるみたいな感じ。あのなんかちょっとまた方向性の違う質問になっちゃうんですけど、キーボードを抱えたまま寝てるって今でも噂を聞いたんですけどあれ本当ですか。今でもやってらっしゃるんですか。今でもそうだ。それやっぱなんかもう気になるとかなんですか。なんかパソコンで何プログラミングがかかるんですか。パソコンだと何もできないやつなので基本的にオンラインでずっとなんか今はもちろん今だけだってそうですね、はい、いい時代になりましたね。今はねどこでもネットワーク使えるし、困ったのは外で使えなかったんですけども、今外でも、ね、スマートフォン使えばいいわけだから、いい時代になりましたよね。
寝るまでずっとキーボード叩いてるんですか。ていうか常に、いや起きてるときはほぼネットワークで繋がってどっか見てますからね。いや、あの物理的な質問ですけど、なんかキーボードここ本当にここら辺にあるんですか。いや今横に置いてる方が多いですね。引っ越したものですから、例の、 介護ベッドと呼ばれてた起き上がりベッドは捨てましたので。あ、本当にそれやってらっしゃったんですか。いや、まあ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 10年ぐらいやってましたのでなかなか捨てられなくてあれでしたけどもね。ウィニーが最初に世に出て、それからまあ裁判があったりと、結構時間経ちましたけれども、当時若くてですね、はい、ある意味金子さんに憧れた人たちがですね、はい、そろそろ大人になったりとかしてる時期だと思うんですけど、はい、そういう若いプログラマーに何かこうアドバイスみたいなのがあればぜひいただければと思うんですけれども。アドバイスね、まあ私も年食ってしまったんでなんか無理が効かなくなってきたんですけども、いや、まあ若いんだから、やっぱで私の方ではその一応無罪は勝ち取ったわけですから、頑張って張り切ってすごいプログラムを作ってくださいっていうのが私からの意見ですね、うん、はい。まあ、ユニークサイバーの萎縮効果があるんじゃないかとよく言われてましたけれども、はい、そのやっぱり技術中立、本来中立であるはずの技術なのにそうやってこう捕まってしまったと、まあ、最終的には無罪当然証明されましたから無罪なんですけれども、はい、そうは言っても8年間あんだけ言われて社会的に問題化して、まあ、萎縮しているという面があるとしたら、まあ、ちょっともったいないかなという感覚今でもやっぱりありますね。だから捕まった時にはまあ別にそんな私の方はなんか悪さをするつもりで何かやったわけでもないですし、別に警察に対してはすごい丁寧な対応でしたから、なんかこれこの書類にサインしてくれって言われたら、ああそうですか、はいはいみたいなことやったら気がついたら自分が逮捕されてたってことだったん で別にそれでも構わないと思ってたんですけども、気がついてみると結局その萎縮効果、つまりなんだか分かんないうちにね、プログラム作った時で補助になってしまうっていうのが、それは確かに問題だなと思ったので、逆に言えばそのまあ、逮捕されてからは完全に警察に対しては完全黙秘でしたし、まあ、サーブに関しては可能な限りやれること、勝利を目指して勝ち取ったということですので、長いこと時間をかけて勝ち取ったわけですので、これは、まあ、やっぱりそのプログラマーさんに対してはやっぱ私がユーザーになるよりは無税になる方がいいだろうと思って頑張ったわけですので、例えば、まあ、皆さんには、まあ、安心してなんか、ね、プログラムを作っていただければなと思います。そうですね、改めてちょっともう一度言っておくと、あれですよね、ウィニーっていう P2P の技術自体は、はい、価値中立あるというのは、はい、実はもう一審から認められていたことですよね。まあでも高裁ではっきり言われたのは高裁ではっきり言われて、それから、はい、法助の意図も、否認されたということですね、最終的に、はい、それで無罪になったということ。最高裁でちょっとだけ何 かごにょごにょ言われたので、ちょっとそこが気になるところがあったんですけど、ね、なんか4人いた5人ですかね、はい、5人でしたっけ、1人だけ何か反対意見を述べあったんですけども、まあでも一応それでも結局無罪を取れたわけですので、ね、はい、まあ良かったと思いますので。日本がよく批判されるように、ウィニーによってその P2P が遅れたとかいう批判よくありますけど、まあ少なくとも裁判所は、まあ、技術は中立であると認めて、はい、意図的にもなかったと認めたということで、良かったと思います、はい、萎縮せずに若い人にはもう何でしょうね、はい、で裁判に関しても本当にもう皆さんからご支援いただけましたので、本当にそのおかげでもう無罪勝ち取れたということで、はい、ありがとうございましたというのは、はい、夜も大きいと思います、まあ、はい、ありがとうございます。そして今はまた新しい挑戦があるということ。そうですね、やっぱりこれでやっとこう、まあ、どうしても何もしないと癖がついちゃってるのがあれなんですけどね、うん、なるほど。